行動心理捜査官、立岡エマは、佐藤青南による日本のミステリー小説のシリーズ、宝島社文庫より2012年から刊行されている。取り調べの腕はピカイチで、エマという名前から、エンマ様と呼ばれている、長美貌の女性刑事、立岡エマと同僚で、年下の西野で展開されるシリーズ作品。著者本人の発案により、CM が制作され、第8回、 このミステリーはすごい。大賞出身作家のトギ、小谷慶一が出演している。2018年10月6日から12月15日まで、栗山千秋の主演で連続ドラマ化された。2020年4月から5月まで、シーズン2が放送された。2018年10月6日から12月15日まで、サイレントボイス行動心理捜査官、立岡恵馬のタイトルで放送された。 B.S. テレ東の土曜ドラマ9枠の第一弾作品。2018年12月15日、21時54分22時に、立岡絵馬の同僚、綿貫刑事と、不敬しおりが難事件に挑む、第9.5話スピンオフスペシャル、行動心理捜査官、綿貫しおり、2020年3月7日に、特別編、悪魔の学問。 同年3月28日11時30分から12時にスピンオフサイレントボイス行動心理捜査官綿抜きおりシーズンに取り調べファイル同年4月期からシーズン2が放送されたシーズン1に関してはこれまで2度地上波のテレビ東京でも放送されている1度目は 2019年1月9日から3月13日まで、毎週水曜日の3時25分4時18分枠にて、関東ローカルで、2度目は2020年4月期の金曜8時のドラマ枠で、開始予定だった、螺旋の迷宮 DNV 科学捜査の放送延期を受けて、同年5月1日から7月10日まで、同枠内で全国放送され、 続編シーズン2の衛星派での放送も継続して放送した。2度目のシーズン1地上派放送に関して新聞上は再放送の扱いであったがテレビ東京公式サイトの番組表内では再放送の扱いや案内を受けなかった。レギュラーゲストシーズン1シーズン2シーズン1特別、編シーズン2系列局での放送シーズン1、系列外での放送シーズン一、サイレントボイス、 行動心理捜査官、立岡エマに関するカテゴリー、ありがとうございます。